エンゲージメントフォトと言います。はい、あの衣装着ての前撮りももちろん素敵なんですけど、もうちょっと普段の自分たちを残したいなっていう方2人には私服フォトがおすすめかなと思います。はい、はい、3つ目ちょっと言っちゃったけど、はい、ちょっとフィルアウトしたんですけど、思い出の場所で撮影できる、例えば初めてデートした場所だったりとか、お二人が出会った場所だったりとかで撮影することができます。はい、4つ目記念日に、そうですね、はい、記念日何がありますか。誕生日もあるし、ね、付き合った記念日もあるし、もちろ ん、 なんかカップルフォトって思われがちかもしれないですけど、結婚何周年とか、ね、はい、最後に、せーの、やっぴー。